はい、酒好きな俺の飲酒道を始めていきたいと思います。今回は、日本酒でございます。越後桜の白鳥蔵、新潟県産米 100%、糖類無添加。うん。越後桜酒造株式会社。新潟県の阿賀野市。ああ、阿賀野市か。なるほどね。結構近いですね。自然の恵みを受けた新潟県産 100% 米塩と。ね。これですね。なんか、前リスナーさんにね、なんかこれいいなぁ、普通に売ってていいなぁとかって言われたんですけど、ね、送ってくれよとかって言われましたけどね。生存年月日が2012年の12月。1年前です。うん。ね。これですね。普通にコンビニでも、普通に100円とかで売ってますんでね。うん。どこでも売ってる。これ 1.5 リットルのやつも普通に売ってる。1.5 リットルじゃない。1.8 か。うん。ね。これ美味しいらしいです。その人は言ってました。うまいよ。いいなぁと。羨ましいなぁと言ってましたんで。多分美味しいんでしょう。わかりません。けども。ね。まあ、新潟県産米 100% しよう。うん、まあ。まあ、ね。あ、そうですか。いう感じですけど。越後桜酒造か。白鳥蔵。白鳥蔵。じゃあ、いただきます。乾杯。うん。お！日本酒度がプラス6。ああ、だいぶ辛口ですね。いや、甘いですけど。うん。あ、これ美味しい。なんか、アルコール度数 15.5%。うん。希望商売価格116円。糖類酸味料無添加、辛口の旨酒ですと。あ、これ美味しいですね。辛口。うん、辛口。あら、これ美味しい。なんかね、桜みたいな香りがする。これ白鳥蔵、これ、新潟県限定販売だって。あ、だから羨ましいって言ってたのか。なんかこれだけ限定販売っぽいですね。越後桜酒造の、やつは、いろいろ、売ってはいるっぽいんですが。うん。これに関しては、うん、越後桜。シリーズはいろいろあるんですが、こちらの白鳥蔵というのは、まあ、新潟県限定と。限定発売と。書いてあります。ひぃ。うん。うん。あ、2リットルのパックのやつが売ってますね。2リットルパック。が、にして1080円。安いですね。うん。なんか非常にフルーティーな香りがものすごい。
あの、なんていうの ものすごいフルーティーです。うん。これは。また例によって。ちょっと熱燗でいただきましょうか。よし。ね。例によって、例のごとく、熱燗で。うん。どうやら、これはですね、新潟県の限定販売っていうのは、つまるところ、新潟県産の米を使ってるということですね。他の、この、越後田桜酒造のやつは、別にそうではないらしいですね。新潟県限定っていうのではないみたいです。うん。国産米としか書いてないですからね。多分そこの違いなんでしょう。うん。うん、美味しい。フルーティー。辛口ながらフルーティー。これ美味しいですね。これ確かにどこでも売ってますからね。うん。これね、どこでも売ってる。全然、辛さも、辛口なんだけど、全然、なく、甘く、うん。うん。甘い。ちょっとね、なんかね、香りがね、なんか、なんか、キーンってくる香りが何かありますね。何なのかは知りませんけど。うん。何なんでしょう。うん。これ美味しい。何度も言うけど普通に美味しい。越後桜か。わりかし初めて聞いたな。名前としては。いや、これは美味しいですよ。はっきり言って、久保田屋が美味しいですよ。ぶっちゃけ。本気で言うけど。普通に久保田屋が美味しいですよ。これは。
なんかね、もうクボタ何の変哲もない、こう、ずーっと同じ味が続くんですけど、これはね、若干のね、うん。ありますね。上り、上がり、下り、みたいなのがね、香りも高くて、コクもあり。うん。うん、これ美味しいです。うん。これは、うまいな。白鳥グラ。まあ、新潟県しか売ってないということなんで、ね、飲みたい方はもう、まあ、わかんないけど、どうなのかね。新潟県限定とか言って、普通に他の県で売ってたりするパターンもあると思うんで、ねえ、こっちで言う、なんかポテトチップスのなんか限定とか言って、嘘つけた。ねえ、関西限定とか言って普通に売ってますからね。なんで、どうなのか知りません。けども、まあ、ね。まあ、とりあえず、美味しいっていうのはよくわかった。これ、日本酒道がこれ何なんだろう。日本酒道。日本酒道、日本酒道。あ、プラス6か。プラス6ですね。もうね、ちょっと前からなんですけど、日本酒の方もね、ちょっとね、なんだ、動画のあそこに載せとくことにしました。ね。これマイナス6と。じゃ、プラス6か。間違えた。日本酒のプラス6です。日本酒のプラス6。コクが、まあ、三つ星。甘み四つ星。香り四つ星。おすすめ度数四つ星。で、いくか。ね。ね。いや、これは久々にじゃないわ。普通にパック酒で、ね、ここまで、まあいいや、まあ後にしよう。パック酒で、ここまでうまい、ね、酒が飲めたのは、もしかしたら初めてじゃないか。やっぱ新潟県に住んでるわけですから、新潟県産米 100% 使用っていうのはもう、ね、むしろ、新潟県の酒造って全部そうじゃねえのって言わせてもらうと、違うんだって、いう お話なんですけどね。違ったのって。ね、逆にそこびっくりなんですけど。多分違うん、ですかね。普通にね。だってここのさ、ここら辺にこの米、かっこ新潟県産、米麹、かっこ新潟県産って書いてあるもん。わざわざ。ここに、かっこされて。うん。うん。
これ美味しいな。結構ね、コクが割りかし普通にね、すっきり系ではなく割りかし濃厚系なのかわかんないけど、ちょっとわかんない。まあ普通ぐらいか。でもちょっと甘いですよね、これはね。プラス6とか嘘かと思うぐらい甘い。毎週月曜日に酒造見学できるっぽいですね。いや、これは美味しい。桜みたいな、越後桜だからか知らないけど、なんか桜のような香りがする。気がする。多分俺の気のせいだと思うけど。普通の多分日本酒と若干違う香りがやっぱり、する気がするんだよ。ね。いやー、これは日本、新潟県にいる人は、多分、飲んだことない人はいないんじゃないかな。っていうのは嘘ですけど、まあ日本酒が好きな人だったら、まあ飲むんじゃない？知らないけど。だってどこでも売ってんだって。まあどこでも売ってるって言ったらほら。それ言ったら全国で多分どこでも売ってると思われる。ねえ、何か、なんかその、ほら、ねえ、カップ酒みたいな、の方があれかもしれないけど、まあ、ねえ、少なくともこれはまあ、やっぱ新潟限定でしか売ってないっていうのは、うん。納得といえば納得。新潟県産米 100% ですからね。これ美味しいな。うん。熱燗にするとね、若干コクがなくなった。すっきりした。うん。一気にすっきりとした感じで、キレが、ドカッと出たね。キレが、すっごい、良くなった。うん。美味しい。やっぱ、ストレートの方がやっぱりコクがあって美味しいかな。うん。熱燗にするとちょっと、香りが逆にこう、ブワーッと広がりすぎて、もう、なんか、一発屋みたいになってるね。芸人で言う。一発屋みたいになってる。
分かりづらいとは思うけど、まあでもこれはもうはっきり言ってうまい、うん、以外に考えられない美味しさですね。うん、これはもうどう考えても。こんなうまい日本酒が普通にパック酒で売られてて、うひょ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 みたいな、さすが新潟県やわーって、いう感じですよね。だってさ、日本酒って言えば新潟県でしょ？ね？ってことは新潟県の日本酒が一番うまいっていう、まあ、あくまで例えですけどね。うまくはどうか、うまいかどうか知らないけど、日本酒で言ったら、やっぱり、新潟県でしょ？が一番うまい。で、その新潟県限定なわけですから、もううまくないわけがないと。もう、結局。さすがに。それはもう、ね、そりゃそうだろうと、当然。うん。うん。ああ、これね、ブログ今見てるんですけど。白鳥蔵は、無色透明で見た目は水そのもので甘みはなくすっきりしている。うん。だけど口に含んだ時に私でもわかるぐらいの旨味を感じることができる。ああ。うん。まあ。個人的に全くもってもう、超甘いんですけど。もう俺の舌がちょっと、あれを飲んだことによって、おかしくなり始めたか。なんだっけ。ね、星の影虎、ね、の超辛口を飲みちょっとおかしくなり始めたか。もう知れませんけども。ね、星の影虎の、こちら、無糖か。まあ、無糖ですね。うん。ああ、これやっぱ辛いわ。ああ、これやっぱ無糖だわーって。ああ、全然甘さが、いやでも甘いなーって。いやでもこれでも超辛口でも甘さを感じるぐらいの、舌になってきましたね。俺が。うん。俺の中でちょっと、俺の舌がちょっと進化し始めてきてる。あれと。うん。まあ確かにどう考えても白鳥蔵の方が甘いんだけど、超辛口。うん、でもそこまで日本酒道っていうのはもうぶっちゃけ捨てた方がいいですね。日本酒道っていう概念をあんまり持たない方がいい。うん。俺は持ちまくるんですけど。うん。
白鳥グラがマイ、あ、プラス6ですから。で、腰のかけたらこれ、プラス15ですからね。2. 点数倍。あるわけです。ね。はい、クボータ。はい、これ、ね、もう、俺の、中でこう、いかにこのクボタをクソ化させたか、クボタがもう俺の中でも壊れたね。うん。うん。うん。もうね、飲んだ瞬間から、飲み終わるまで、ずーっともう直線でんですよ。直線。直線。味が。もう何にも変わらない。こう、プーっていく。まあ、ほのかな甘みはあります。うん。うん。でも、香りもそんなに、あれだしな。やっぱこれ三つ星が妥当ですね。うん。もう見るからに腰の影虎と、白鳥蔵の、あれが、引き立つね。引き立つ。特徴が、もう、引き立つ。うん。あ、なくなっちゃった。ああ、白鳥グラうまかったな、これな。この2リットルのやつ買おうかな。越後桜。越後桜酒造。ちょっと覚えとこう。まあ、越後ですからね。はい、ということで。ね。お決まりの。ね。お決まりかどうか知らないけど。ね。はい、今回。の、ホワイトボード。こちらでございます。はい。右上にあるのが日本酒度。プラス6。はい。今回、飲んだ白鳥グラ、日本酒度がプラス6でございます。コクが三つ星。まあ、うん、普通、うん。でも、うん、まあ、うん。まあ、日本酒ってこんなもんかなと。うん、やっぱ、前回飲んだ、何飲んだか忘れましたけど。まあいいや。で、甘み、うん。四つ星、甘い、うん。これ甘い。香り、うん。香りも非常に、あり。日本酒とプラス6とは思えないほどの甘みもあり、香りもあると。そんなので、おすすめ度4でございます。はい。なんだこれ。なんだこの、よくわからないテンションは。ね。ということで、いろいろありましたけども、この白鳥グラ、うん、ぜひおすすめです。コンビニで、セブンイレブンとかに普通に売ってます。120円ぐらいで売ってます。うん。ね、ぜひ、新潟に寄った時は、まあ、ね、飲んでみるのが、吉かと思われます。でご視聴ありがとうございました。